はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回はですね、今後第五人格に新しく来るガチャについての最新情報がですね、先ほど第五人格の運営さんより発表されましたので、今回の動画ではね、その詳しい内容というのを皆さんに、紹介していきたいと思います。今のシーズン、今シーズンはですね、あとガチャが、残り1つ残っておりまして、で、そのガチャの、ラインナップがね、どういったものが来るかというのがね、まだわからない状況、状態でした。それがですね、まずどのキャラクターが来るのかというところと、どんな見た目の衣装なのかっていうところがもうですね、こちら出ておりますので、1キャラずつ紹介していきます。ではもう早速ね、まず最初の1キャラクター、紹介していきます。次の新しいガチャで来る SSR 枠として、あるハンターがですね、実装がね決まって、その見た目が出ました。でそのハンターというのがハスターになります。はい、好意のハスターですね。ガチャでの衣装はかなり久々な気がしますが、その衣装の見た目がこんな感じと、なっております。はい、こちらがですねハスターです。よく見るとね、顔のところ見るとハスターっていうのがわかると思うんですが、なんとですねサンタさんの格好で、ね、しております。いやすごいよね。もうね、手元にもこれは、プレゼントがを抱えておりますけれども、今回のこのガチャはですね、なんと、このクリスマスがコンセプトになっているというね、かなり珍しいコンセプトの、ガチャとなっております。これ初めてかな。今までこんなガチャはなかったので、はい、今回初めてのコンセプトということでね、いや非常にね、素晴らしいね、もうクリスマスらしい、見た目をしております。でこちらのガチャなんですが、クリスマスをモチーフにしているということで、実装日がですね12月の14日と、なっております。はい、ですので、クリスマスのね、直前、はい、クリスマスの直前に、このガチャが実装されるということなんで、本当に皆さんですね、このクリスマス、気分を、この第五人格でもですね、めちゃくちゃ楽しめるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、1キャラクター目は SSR 枠として、恋の王ハスターの衣装でございました。それでは続いてね、2キャラクター目に行きたいと思います。続いては、もう1キャラクターの SSR、バックの、キャラクターです。それがですね、サマイバーの、画家になります。はい、画家ですね。画家ね、めちゃくちゃ衣装多いんですよ。もうすでにね、限定 UR 衣装が2つかな、出てるんで、もうかなり優遇されているキャラクターなんですが、今回ですね、SSR 衣装にもね、ピックアップされました。その衣装の見た目がこんな感じとなっております。はい、いや、可愛いね。もうね、可愛すぎます。もう、いやー、これはね、確かにね、めちゃくちゃ衣装が出るのもわかる。本当に画家はね、超可愛いんですよ。もう、今回の衣装もですね、このクリスマスの、モチーフにね、沿ったね、ちょっと次は、緑色かな？緑色の多めの衣装となっているんですが、めちゃくちゃ可愛らしいですね。クリスマス風の衣装となっております。こちらがですね、同じく、ハスターと同じ SSR 枠と、いうことになりますので、皆さんですね、この2キャラクターが SSR できますので、ぜひね、使ってる方だったりね、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで、ここまでね、SSR 枠2キャラクター紹介したんですが、最後、一番皆さんが気になるであろう UR 枠のキャラクターに、行きたいと思います。今回のですね、UR 枠に、選ばれたキャラクターが、なんと、サバイバーと、なっておりまして、そのキャラクターがですね、画家と同じく、可愛く、あって、あり、かっこいいキャラクター、なんと、ポストマンに、今回ね、UR 衣装が、出ることがね、発表されました。で、そしてですね、その、気になる UR 衣装の見た目、早速見ていきたいと思います。それがこちら、になっております。はい、ということでですね、はい、いやー、すごいね、これもまた、これポストマンだよね。いやー、かわいい。ポストマン、これ妖精の羽も生えてますし、あとメガネもかけてるんですね。で、そしてですね、手にもね、プレゼント持っておりますが、ちょっと注目してほしいのが、この足元。足元注目してほしいんですが、この犬、ポストマンはね、配達犬をね、常に連れているんですが、その犬がね、ちょっとこれもうめちゃくちゃ可愛らしい犬に、なっております。いやー、何ですか、この犬。ちょっと正面でも見たいんですけれども、もうこの後ろ姿ですでにね、もう超可愛いのがね、伝わります。ということで、ポストマンに関してはね、この、本体の見た目もね、派手になりながら、この犬、配達犬も、めちゃくちゃ派手になるということでですね、かなり UR、衣装ということで、もう豪華に、ね、なっております。はい、いや、メガネしてるのもね、すごいね。この目元もね、すっごいキラキラしてるんですよ。そう、頭もかな？そう、頭の髪の毛のところもね、星でキラキラしております。ということで、今回はですね、UR にポストマン、そして SSR に画家とハスターということになりました。全体で画像を見るとね、こんな感じになっております。はい、いや、ほんとね、超クリスマスですよ。
本当今年の第五人格のこの今シーズン最後のガチャはね、まあ、こんな感じで皆さんぜひねクリスマス気分をね味わってください。でですね、まあ、気になるのが、このクリスマスなんですけれども、今までね、まあ、このガチャで、このクリスマスのコンセプトのガチャがなかったと言ったんですが、それはですね、クリスマスのイベントがあったからなんですね。そう、毎年ねクリスマスになると、クリスマスの格好をしたキャラクターの、SSR 衣装が、ショップかなで販売されて、ね、あと SR 衣装が無料でゲットできるというものがあったんですよ。ですので、ね、それはねおそらく今年もねあると思います。さすがにあの今回ガチャにコンセプトになってるからといってそれはなくならないと思いますので、まあ、今回このクリスマスの見た目をしたキャラがね3キャラ増えますが、それに加えて、さらにね、まあ、おそらくまあ最低でも2キャラクターは SSR1 キャラクター、SR1 キャラクターはね、まあ、増えるんじゃないかなと、思ってます。ですんでね、まあ、皆さん今後のその、そのショップかなでゲットできる枠の SSR 衣装に関してもね、今後多分情報出ると思いますので、まあ、ぜひ皆さん本当楽しみにしててください。いや今年はねすごいですよ。もうめちゃくちゃクリスマス衣装増えますからね。で今までだと、この、無料でもらえる SR 枠かなが2キャラクターいてその中から1キャラクター選べるっていうシステムだったんで、まあ、今年ももしかしたらそうなるかもしれませんね。はい、まあ、ということで、まあ、本当にね、まあ、このガチャに、しても、まあ、そういった今後のイベントに情報にしてもですねめちゃくちゃ楽しみなね、今後の第五人格もうさらに盛り上がっていきますので、まず皆さん今のうちにね、まあ、今やれることとしてはたくさんランク待ちとか、あとはまあ、越歴であってるかな、ポイントを貯めてね、ダイスを貯めていただいてたくさんダイスを回してね、無料のガチャを貯めるなり、今のうちにできることっていうのはたくさんありますので、まあ、ぜひ皆さんね、今のうちにこのガチャの準備をしておいてください。いや本当にねびっくりですね。いやすごいね、こういう季節感のコンセプトの、このガチャは、結構ほんと珍しいので、まあ、今後もなんかねそういった、季節感のあるね限定ガチャ出てきそうですね。そう、今までは結構ショップとかが多かったんですけど、だから夏休みとか、あとは何かの大きいイベントとか、バレンタインとかももしかしたらガチャでね来るかもしれないですね。でポストマンは今回これで、まあ、限定 UR 賞は2キャラクター2つ目なのかな。はい、いや本当にね羨ましい限りです。ね、最近結構この UR 衣装、限定 UR が2つ出てくるキャラクターも結構増えてきたんでね、まあ、ぜひともね全部のキャラクターにね、全キャラクターにね限定 UR 賞2つぐらい出てほしいなと、まあ、個人的には思っております。確か弁護士だけがまだ UR 賞1個もなかったんだけどな。いやー本当ね早く来てほしいですね、そういったキャラクターもね。はい、ということで、まあ、今回ね、この新しいガチャについてね喋らせていただきましたけれども、まず皆さんの感想もねコメントで教えていただけたらとても、嬉しいです。ということで今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。